イーグルでちょっと測ってみようと思います。はい、めっちゃ凝る。 151.4 ヤードの高低差入れて 144.2 ヤードです。大手国内メーカーの距離計で150ヤード、ほぼほぼ差はないですね。防水機能がついてるので雨が降っても大丈夫。15,800 円でこれだけの性能、ほんと早いね。ほんと早かったよね。火に合うまでピンイーグル、ぜひチェックしてみてください。はい、こんにちは、じゅんです。ゆっこです。はい、今回はですね、はい、あの飯塚千恵さんのレッスン動画でございます。はい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 、お願いします。はい、今回のお題、はい、お題というか内容はですね、バンカーショットが苦手という方に向けた特別なレッスン動画です。はい、初めてですよね、バンカーは。そうですね、ないですね。ないですね。うん、おお、ごめんなさい。バンカーね、うん、悩んでる人多いと思うんで、うん、やっぱね、なかなか出なかったりとか、ね、意外とハマって何回もさ、マゴマゴ。あれ超もったいないよね。もったいない。だったら最初からプラリで出そうよかったみたいな。でもあれのルール使ってる人見たことないけどね。まあいない、いないね。いないよね。いないね、なかなかいないね。あのルール使う人いないよね。うん、いない。なんで儲けたかわかんないけど。はい、ということで、はい、まあ、今回の動画もね、最後までご覧いただいて、はい、まあ、実践練習を行うことでバンカーショットでもう悩まない、ようになります。はい。はい、そんな動画になってます。お願いします。はい、ということで。はい。早速レッスン動画見ていきたいと思います。はい、はい、今回はバンカーから簡単に脱出できる方法をお伝えしていきたいと思います。簡単にバンカーを脱出するためにクラブの使い方と体の使い方を行っていきたいと思います。まずクラブの使い方なんですが、アドレス時にフェースを開いて構えたとしても、スクエアで構えたとしても、テイクバック、動きの中でフェースの開き、この動きを入れないことが最大のポイントになってきます。なぜかというと、はい、皆さんバンカーうまく爆発で脱出するためにはどこから入れたらいいか分かりますか？リーディングエッジですかね、バウンスですかね、分かりますか？はい、これは爆発で脱出するためにはバウンスから入れることが条件になってきます。ではバウンスから入れるためにはクラブをどう扱ったらいいかというと、先ほどご説明した動きの中でフェースを開かないということです。動きの中でフェースを開いてしまうと、ダウンスイングからインパクトにかけてまたこの閉じようとする動きが入るので、リーディングエッジから入りやすくなります。リーディングエッジから入ってしまうとバンカーの砂いっぱい取れちゃいます。深く入っちゃいます。はい、なので動きの中でフェースを開かないことがポイントになってきます。開かないでスクエアな状態で上げてあげると、ダウンスイングでフェースの開閉がさほどないため、はい、インパクト付近ではバウンスから入ってくれるんですね。このクラブの使い方とっても重要なんですね。皆さんよく鋭角に入れなさい、打ち込みなさいってバンカーを教わる方とっても多いんですが、はい、よく鋭角に打ち込みなさいって言ってるプロたちはバウンスから入っているからそのような表現する方がとっても多いんです。バウンスにまず入れることを皆さん行ってみてください。はい、復習しますと、動きの中でフェースの開きをなしにしてあげると、まあ、ゼロにはならないんですが、なるべく押さえてあげるとインパクト付近でバウンスから砂にアタックしてくれます。開閉が大きいとリーディングエッジから入ってしまうので深くなっちゃいます。そうすると飛ばない、出なかったとかってなってしまいますので、ぜひ動きの中でのこのクラブの使い方やってみてください。はい、で簡単に言ってしまうと、開いて閉じて打ってる方がとっても多いので逆をやってみてください。閉じて開くですね。これ手先でやるのではなくて体幹の動きで行ってください。閉じて開く、そうするとバウンスから当たってくれるので砂が薄くボールも
ふんわり上がってくれます。はい、これが2つ目クラブの使い方でした、はい、そして2つ目は体の使い方です。はい、体の使い方、今日は体幹部についてお話ししていきたいと思います。体の使い方といってもバンカーなので側屈脇腹を多く使います。側屈、よくラジオ体操でこういう動き、なんて言うんでしたっけ、これなんでしたっけ、側屈、これ側屈って言うんでしたっけ、側屈じゃないですか、ラジオ体操側屈運動、前屈、前屈、側屈、側屈ですかね、はい、この側屈の動きが入っていきます。はい、どうやって入っていくかというとですね、横からいきますね、側屈の動きをします。そこから前傾姿勢、これがテイクバックですよ、はい、側屈の動きします。そこから前傾姿勢、はい、これがテイクバックです。はい、じゃあ逆もやってみますよ。逆も同じです。ラジオ体操の側屈運動して前傾姿勢、これがフォローです。はい、これ部分的にやったんでなかなか分かりづらいですよね、うん、はい、じゃあ流れの中でやるために、もしクラブがお家にある方は一緒にやってみてください。はい、まず肩幅ぐらいに下から持っていただき、テックボックしてあげます。フォロー送ってあげます。この時にポイントが、腕はまっすぐ、シャフトは縦です。はい、シャフトが縦、腕がまっすぐにしてあげると、伸びてる方、縮んでる方ができます。なので動きの中でやるのであれば、はい、肩幅ぐらいにクラブを持っていただき、素振りをしてあげましょう。はい、なるべくシャフトが縦になるようにテイクバックフォローを行っていきます。はい、そうするとですね、伸びてる方、縮んでる方、普通のスイングしてる時よりも側屈の動きが入ってくるのでやってみてください。このクラブの使い方と体の使い方ができたら、バンカー簡単にふわっと出ますので、ぜひ試してみてください。はい、ということで、はい、今回も最後までご覧いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。はい、これでちょっとなんかグリーンの前にバンカーがあっても狙いに行けますね、うん、そうですね刻まないで、怖くないバンカー怖くない、はい、パーオン率を上げましょう上げましょう、はいはい、ということでこの動画がいいなと思ったらチャンネル登録と高評価とコメントよろしくお願いします。します。それでは次回の動画もお楽しみに。お楽しみに。